ドカッコ仮君と過ごす夏休み。はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。婚活偏差値39の男がお送りするガールフレンドカッコ仮。じゃあ今日も投稿しましょう。てかさ、なんで夏休みなのにさ、こんな毎日毎日投稿しないといけないの？おかしくね？しかし女の子が学校にいるとなれば話は違う。見える、私には見えるぞ。女の子がどこにいるのか。まず校舎にはゆうきさんがいるな。グランドにはシーナさんがいる。そして図書館には村上先輩。おっと、俺のガールズサーチをもってしてもわからない子が校舎にさらにいるな。これはちょっと保留だ。街を見てみよう。電気街には黒江さんがいる。住宅地には望月さんがいる。商店街にはミスモノクロームさんがいる。この俺のガールズサーチに引っかからないこのハテナのところに行ってみよう。誰がいるんだ。でもさ、ここにいない人でしょ。あれ、お前かよ。そんなに慌ててどうしたのかですか。手芸部の部室前の廊下に落とし物があって、落とし物次第ではもらっちゃえばいいんじゃないかな。昨日まではなかったみたいなので、落としたのは今日だと思うんですけど、今日見かけたのはクロエさんとモモコちゃんです。落とし物はこれです。どちらもあんまり興味はないな。袋の中に音符や楽器のイラストが書かれたシールがたくさん入ってます。とっても可愛いですね。ん、音符のシール、またこういうクイズかよ。軽音部だったよね、朝比奈さんは。軽音部の桃子ちゃんですか。そう言われるとそうかもしれません、ね、なんて安直な。シールも音楽に関係のあるデザインですし。あ、先輩とナエちゃん、あのこの近くにシールが入った袋落ちてませんでしたか。うん、落ちてた。シールの1割をもらおうか。では、そうそう、それ見つけてくれてありがとう、モモコ。これ誰だ、どうしたんだい。初キャラだよね、黒川さん。そろそろ練習を再開するよ。わあ、なぎこちゃん先輩。なぎこちゃん先輩、なるほど。よかった。ちょっと目の下にクマができてるぞ。こいつ大丈夫か。終わった。じゃあどうしようかな。イベントも終わっちゃったしな。これまたどうせ同じこと言うのかな。しょうがない。じゃあミスモノクロームに会いに行きますか。ここに来て。初だな。こんにちは。体調に異常はないですか。うお。すげえ、マジでロボットみたいな格好してない。こんな格好してるやついねえだろ。まあ、原宿とか行くといるかもしれないけど、ここどこなの、そもそも何県、どうさしていますって。ガソリンでもおごってあげようか。質問で、お前の思考回路はどうなってんだ。夏休みについて、食べ物について、裁縫について、全くわからん。夏休みについてでいいや。私のデータベースにその質問に対する答えがありません。まだまだ人間のことを理解できていない。いや、マジこいつ何キャラ。すみません、これから用事がありますので。ますます俺の評価が下がったな。失礼します。この子にはちょっと今後関わらないようにしよう。7月29日。さて、今日も街を見下ろすかな。ミスモノクローム、こいつは関わらない。で、望月エレナのイベントと、桜井さんか、桜井さんイベント進まねえかな。いまいちフラグが分かんないんですよね。またハテナがあるよ。でもイベント終わっちゃうからな。ちょっと村上先輩のイベントをこなしますか。あ、これ例の鏡さんじゃん。それでは行きましょうか、はい、皆さん、ね、
はい、鏡さんの鏡さんですね。鏡なんだっけ、まつりちゃんか。助かります。こいつ同級生か。村上先輩って言ってることは少なくとも後輩。村上先輩の。またいつでも相談してくださいね。こんにちは。こんにちは。え、何をしてたんだですか。いや、だから村上先輩が本を探してたっていう話でしょ。今の会話からわかるだろう。見つけるのをお手伝いしてます。ほら今図書館内のパソコンが不調でデータベースを検索できないんです。あー、みんなそのせいでパソコンに頼りすぎだな。場所がわからなくて困っているんですよ。でも村上先輩はすぐに見つけてくれたんです。パソコンに頼らなくても先輩がいてくれれば問題なし。すごいですよ。そんな、大したことはしてませんから。お前が唯一活躍できる場だな。どうしたらそんなに本のことがわかるんですか。いや、普通にあれでしょ。だって本を返すのは図書委員会だから。で、本を返すときにある程度場所が分かってないと効率悪いじゃん。え、何？全然聞いてなかった。好きな本の場所ならわかる、ま、これは一理ある。むしろトイレに行きたくなる。意味がわからん本は苦手だからありえない。で、別に本嫌いなわけじゃないですよ。あの、好きなジャンルの本とかは読むんで、ま、好きな本の場所ならわかりますよ。本当だよ。私と同じ人がいてくれてなんだか嬉しいです。いや、同じ感じではないんだけど ね、 本が好きなんですね。そうだな、まあ、ちょっとどういう本が好きかって言われたら、本当に本が好きなんですね。本とかね。あ、ね、これね、あのちょっと画面にタッチしちゃうと先進んじゃうんですよ。ちょっとホコリとかがあって画面触ると先に進んじゃうっていう。それならまた今度おすすめの本教えてください。この人のおすすめの本はちょっとつまんなそうだな、はい、え、あなたもですか。自分に合った本を見つけてほしい。そう、俺に合った本、例えばどんな本をお望みですか。女にモテる10の秘訣とか、なんかそういうやつがいいね。温かくて何度も読み直せる。そんな本は求めてないよ。他に何か希望はありますか。そうだな、せっかくですから遠慮なく言ってください。じゃあナンパが成功する銃の秘訣とか、そういう方でもいいよ。動物が好きだから動物が出てくる本がいいですか。特に猫が好きなんですね。こいつの攻め方なかなかやるな。可愛いもので攻めるという。可愛いですものね、猫。だよね、俺も猫好きなんだよ。わかりました。いや、実際猫好きですよ。家猫飼ってますから、実家の方で。力を入れなくても気軽に探してもらえればいいですから。すみません、本のことになるよ。ちょっと全力で探してよ。ナンパが成功する銃の秘訣とかさいえいえ、そこも村上先輩の魅力的なところですから。あなたもそう思いますよね。ほら、彼もそう。いや、別に何も言ってないよ。 なんだか恥ずかしいです。なんだこのお腹が減ったような声。お通り課長扉が開いた音か誰かのお腹が鳴ったのかと思った。しかもおめえが来たのは。調べ物があるのですか。日本料理関連の本はどこでしょう。ああ、それはね、さっき開けたドアを元に戻ればあるよ。日本料理ですか。それなら向かって右の棚にあります。ああ、だって早く行きなさい。一番奥が家庭用のお手軽レシピ。その隣には伝統的な和食の調理法についての本がありますよ。おう、メロシー、感謝感激、ひなあられですよ。クロエさん、それを言うなら雨あられですよ。すみません、フミオさんは何でも知ってますね。あれ、フミオさん、クロエは先輩じゃないよね。私は本を探しに来てます。別に先輩だから絶対先輩つけなきゃいけないってわけじゃないからね。さん付けしてるだけでも全然いいでしょう。すぐに答えられるなんて本当にすごいですね。邪魔者は去ったか。ぼーっとしてどうしたんですか。いや、邪魔者が去ってよかったなって思ったんだよ。村上先輩のテキパキした姿につい見とれてた。でもそれもわかります。村上先輩はまさに図書委員の鏡。本の申し子とか。本の申し子とか、なんかあまりかっこよくないな。そんな、私なんて全然ですよ。
謙虚なところも魅力。もうそういうことバンバン口に出して言うか、さすがだな。またまた誰か来たみたいです。またお腹が鳴ったな。誰かの。村上先輩。夏目。夏目さん。夏目漱石ではないか。最近よく顔を出してくれるのに、今日は珍しく遅いのでどうしたんだろうと思ってました。何？お前も村上先輩狙いか？用事があってちょっとライバルだな。でもよかった。村上先輩がいてくれて、先輩は夏休みの予定はもう。何？貴様、まさか俺より先に村上先輩を誘おうというのか？え、私ですか？夏休みは図書委員の仕事が何日かあるんですけど。なるほど、基本暇だということだな。実は今本屋さんでアルバイトをしてるんですが、他のアルバイトの人が急に辞めることになってしまって。まあ所詮バイトだからね、しょうがない。人手が足りなくなって大変なんです。それで夏休みの間だけ店長さんに誰か紹介してほしいって頼まれて。まあ8月いっぱい働くってことか。本が好きな村上先輩ならぴったりかと思ったんですけど。いや、俺本屋でバイトしたことはないけど、本が好きだから本屋でバイトっていうだけはちょっと大変だと思うよ。あの本屋でバイトしてる人いて聞いたら、やっぱりね、その重い本とかを持たないといけないって言ってたんで。よかったらでいい。本の陳列とか、その本が入荷してきた時とかやっぱ重いみたいなんですよ。でそれをなんか高いところに載せたりしないといけないんで、結構ね体力も使うって言ってましたね。夏目さん、村上先輩難しい顔で考え込んじゃいましたよ。そうですよね、いきなりこんな話をされても困りますよね。そうだな、時給の話をしろ。時給の話を。助けな話をしてすみませんでした。アルバイトの。いや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 、待って、待遇と時給だよ。それによっては考えてもいい。待ってください、夏目さん。時給はいくらなんですか？はい、そのアルバイトが。まあそりゃそうだよな、いきなりアルバイトをしようぜって。ただその突然のことで驚いてしまって、せっかく誘ってくれたのに申し訳ないんですけど、少し時間をもらえませんか？店長さんさ、さっき聞いたら結構急いでる感じだったよね。わかりました。それはまだ望みがあるってことですよね。で、なんかその間になんか他の人とかもさ、あ、じゃあ私がみたいな。いつでも連絡してください。お待ちしてますから。すみません。すぐに返事ができなくて。全然問題ないですよ。では、失礼します。なるほど。村上先輩はこっち方面で話が進んでいくんだな。村上先輩に向いてると思いますか？うん、本屋さんのアルバイトに関して向いてるか向いてないかって言われたら、向いてないと思う。だってその図書館でやるのと本屋のバイトの仕事は全然違うもんだから、別物だから、はっきり言って。で多分選択肢はこれなんだよね、転職だと思うっていう。ただ本当に違うんだよ、それは。図書館の仕事の方がいい。私も今の仕事が向いてると思います。仕事っていうか委員会だろう。だってそれ。考えはまとまりましたか、村上先輩？興味はあるんですがまだ決められません。もう少しじっくり考えさせてください。今度夏目さんと会う時までには結論を出すつもりです。そろそろ終了時間ですね。終了の時間もチャイムでお知らせするのか。あ、もちろんまた来るよ。君がいるところならどこへでも。そろそろ7月も終わりだな。ちょっとじゃあまたいろいろとチェックをしますか。神さん、椎名さんが少しやっぱ上がってきたな。なんだかんだででも桜井さんが一番トップか。やっぱ普通に会うだけでも好感度は上がっていくのかね。で、結城なえちゃんがちょっと上がってきて、望月さんもちょびちょびと、朝比奈桃子ちゃんもちょびちょび。やっぱこの外人2人組だな、評価が低いの。
で、まあ、ミスモノクロームとクロエルメールだったら、まあね、ちょっとクロエルメールの方が全然マシですね。今ダントツで評価低いっすね。あの俺の中でミスモノクロームはもう何者だっていう感じですかね普通に。はい、というところで、じゃあ今回はこれで終了して、次回7月30日からやっていきたいと思います。